気持ちよかったです。朝からすごいお腹痛くて、納豆ご飯食べたらもうゆるぐるいっちゃって、もう普通に大変のが大変でした。納豆6パックかな。6パックです。さっきまでトイレにこもってたもんね。そうなんです。本番終わった直後から10分ぐらいトイレに粘るくん出してました。 ちょっとそれおかしい、なんか違うな。いや、すごい楽しかったっすね。でもやっぱこう夏の日差しが僕弱くて、楽しいのにもっと痛いのに、なんか体はちょっとドクターストップみたいな、そろそろお前休まないとやばいぞみたいな、そのせめぎ合いでちょっとジレンマがありましたけど、まあちょっと日陰にいながら続き楽しもうかなと思います。キャン豊が、パフォーマンスで納豆を食べたんですけど、 風が良い具合に下手に吹いてきて、納豆の香りがステージ中に充満したんですよ。これすごいなと思って、汗だくで納豆の香りしたから、ちょっとね、納豆の糸がスパイダーマンみたいに飛んでたんですよ。わーって、なんでだと思って。そうだから、ちょっと忘れられないライブになりましたね。おっと、そんなことないですよ、納豆。結構、AORあるしね。 いや、全然全然。味はどうな、味はどうですか。どんな食べ方。まあ佃煮ですかね。全く別のもの。納豆の佃煮ってなんだよ。聞いたことねえな。本当にあんのかよ。食べれるようになりたいんだよ。そう、なりたいっていうのは本当に言ってたんですよ。だっていいことだらけじゃん。俺納豆好きなんだけど、今日のライブで嫌いになったからね。納得さすぎて。 納豆と豆腐を一緒に食べるのが好きなんですよ。豆腐の上に納豆を乗っけて、キムチとか乗っけて発酵食品とかで相性がいいんですよね。うん、そうそう。で、午前中に納豆とか豆腐とかを食べると、大豆の食品食べると、その日一日なかなか眠くならないっていう効果がもう出てるんですよ、研究で。そうそう。そういう、なんか効果があって。それでも、キムチ乗せたり、よく食べるわ、それ。あ、そう、だから、相性がいいんだよね。相性いいんだ。眠くならないんだ。そうです。ま、ジュン君、あと、 やってくるね。おい、はっきり言ったね。今のは反応ブラドにも包まれてる。すごいな。マネージャーもシーってやってるけど違うから。やってないから流していただいて大丈夫ですね。いやいや、本当はやってないみたいな風に。納豆オムレツとかね。納豆オムレツとかね。 納豆オムレツ最高ですよ。納豆オムレツ、納豆スパゲッティいいじゃないですか。いろんなものに混ぜ合わせて。いいね。千葉の方では納豆チャーハンなんかね、ありますよね。流行ってるらしくて。美味しいんですよ、納豆チャーハン。他に何の？他に納豆カレーとかね。納豆カレー好きじゃん、ほら。納豆カレー。納豆カレー好きね。他に何の？あとはね。
誰はっきり言ったね。はっきり納豆とか納豆使えない。どっちも使えない。落ち着け、はい、話しかよ。はい、でもライブだから今テンション上がってるから何でも OK になってるから。ダメだ。はい、編集点。はい、変な振り方。ファンに一言。皆様、僕たちは人の道を外さず、はい、活動していきたいと思いますので、はい、変わらぬ応援をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。立派な大人になるよ。かっこいいな。入った。入ってます。登録してねばー。